いや、無事倒したダメしたよ。めっちゃノープです。イビクさん夏のフロリン長の黒柳です。カウンシュとシュウジラストに出たんですね。よっしゃーよっしゃー、ほんまよっしゃー、ほんまよっしゃー。もう僕慣れてますけどね。で、今回の内訳なんですけど、はい、なんと、カウンシュが1人、シュウジが4人です。お前じゃ一生カウンシュだったのかもしれない。何をするかと言いますと、大丈夫。いや、恥ずかしげが。どういうゲームかと言いますと、はい、あらかじめ皆さんにはみんなに対しての手紙を書いてもらってます。で、それで最終的にその文章を最後に愛してるって入れてるんで、うん、そこで照れたやつからどんどん囚人になっていくって感じですわ。これ手紙で泣いたやつも囚人。まあ、そうやね。あ、なるほど。もうだから究極の愛してるよゲームっていうことです。ほんまに愛してるよ。まあね、ほんま愛してるよゲーム。そういうことだ。まあ、僕らがお手紙書いてるときに100万人行ったときにやるやつやいや、ほんまに出したくないねん。ほんまちょっとやりたくないんですけど、はい、まあ、これしかないんでやっていきましょう。はい、ちょっと待って、そうだ。いや、はい、じゃあ1番目伸ばしよう。はい、せん越ながら筆を走らせました。もうここから始まったら照れてダメですか。はい、無表情で、はい、笑ったりしてもダメですよ。はい、師匠もダメですよ。あ、そうか、俺もダメなんですよ。でも最終的に一番トータル的に照れたり笑ったりしたやつ囚人になっていきます。いきます。親愛なるお前ら、僕の人生の最大の功績はもう決まっています。もう今後この功績を超える功績は出てこないでしょう。その功績とはお前らと出会ったことです。お前らと出会った頃に俺は確信しました。絶対に100万人行くって。まあ堅苦しい系がこっからなしや。あえてこっからはいつも通りで。あ、もう完全に聞かねえ。たまに一人になった時考えるね。ああ、たかしと大喜利したいな、とまえとモンストしたいな、てっちゃんとくだらんコントしたいな、でも今何してるかなって。俺にとってお前らは万博における太陽の塔や。ないと寂しいやろ。いくら大きい公園でもお前らがおらんとずっとしょうもないままや。お前らと出会って世界が変わった、景色が変わった、俺の人生の意味ができた。あ、そや、お前ら知ってるか、太陽の塔よりも大きくて高くて優しくて、そして俺が一番好きな塔や。知ってるか。わからんやろな。オッケー、教えてるわ。いつもありがとうや。愛してるぞ、スーパースター伸ばしちゃうよ。関西でなんかやっちゃったけど。あの、でもお前らと出会ったのが俺の人生の最大の功績。やりにくかったな。確かに。まあまあ、まあ、いいでしょう。全然もう一回読むけど。いやいや、もう下がれ下がれ。まあ、僕ちょっと涙ぼろいに泣いちゃうかもしれないです。おお、読ませていただきます。はい。みんなへ、 YouTube を始めてもうすぐ3年になりますね。気づけば高校時代と同じ時間をみんなで過ごしてしまいました。シクラメンが咲く頃にみんなで春を迎え、風鈴の音が鳴ったと思ったらみんなで海に行っていましたね。僕が彼女と別れた話をすれば朝まで一緒に飲んでくれて、僕が脳震盪で倒れた時はそれでも笑い話にしてくれましたね。チャンネル登録者100万人を目指してみんなが足並みを揃えて頑張っているのを僕はよく知っています。しかしそれ以前に僕はみんなといる時間が楽しくて面白くて、撮影以外で遊んでいる時間が僕にとってはすごく大切な時間です。しかし肝心の100万人がちょっぴり遠のいてしまう時が時を感じます。もし YouTube が続けられなくなったとしてもまた5人でこっち向かんとってくれ。
もし YouTube が続けられなくなったとしても、また5人で集まりますか？また喧嘩しますか？また僕と遊んでくれますか？自分くれ。今僕は4人がいなくなった世界を考えることができます。聖書4人を愛しています。いや、出たね。めっちゃやこめてた。会話全然いい。やめてよ、おもろくしていく。おもろくしてないよ。おもろくしていく。やめてほしいな。宇宙から苦手っぽくしてる。違うの。ほんまにガチで来いの。なんか思ってるテイストと違うのよ。せこいよ、なんか。で、ちょっと読ませてもらっていいですか？いつもあんまりこうやって Quand t'es venu dans la rue un coup いつもあんまりこうやって言えてなかったから言わせてください。みんないつもありがとう。みんなといる時が一番楽しいし、心を許せます。ここで一人一人について言わせてください。まずはともや。誰よりもレイクレのことを考えてくれていて、見えないところでも頭を悩まして、それを実行していく行動力には頭が上がりません。よく口癖で、あの人の頭の中どうなってるんやろあの人の脳みそで泳ぎたいわ、よく言ってますね次は、たかし。ちょっと言ってない。いるいる、そこいる。最後の見方だ。いるよ。次はいけた。センスが良くて何でもできてしまうたかしによく頼ってしまいます。普段は表に出さないけど、実は誰よりも愛して優しい男だということは知っています。次は飛ばし。ボケてないと気が済まない飛ばし。見た目はこんな感じだけど、実は誰よりも愛情深くて一途なことは知っています。でもそれを表に出すのが恥ずかしいんだよね最後はてっちゃん。中学からずっと一緒で、なんやかんや一緒にいる、そんな存在のやつってお前ぐらいだよ。鳥肌立つ。あんまり表には出さへんけど、心の中ではものすごい野望を抱いてることは知ってるで。まあ長くなったけど、これからもよろしく。愛してる。素晴らしい。一人一人こうコメントしていくっていうのは素晴らしかった。おもろいな。本当にちょっとガチでいいですか？ガチでいい、はい、お願いします。そろそろ方向転換しない、はい、じゃあ行かせてもらいます。はい。いつもありがとう。僕は毎日心の中で思っていますYouTube を始める前、僕は22年間生きてきた中で、多分これ以上辛いことはもう死ぬまでないぐらいないだろうというくらいの経験をしました。その日から毎日が楽しくなくて、今までは心の底から笑えてたのに、いつの間にかちゃんと笑うことができなくなっていました。そんな自分の前に現れたのがレイクレのみんなでした。みんなでちょっと待ってちょっと待ってめっちゃ真面目やなと。あ、いいちょっと言いますね。ちゃんと聞いてる。あれはもう楽しくできてますもんね、うん、みんなでYouTube を始めることになって、毎日動画を撮影するのがすごく楽しくて、自然に笑顔になれました。心にぽっかりと開いた穴が少し塞がった気がしました。今僕が毎日笑えてるのは間違いなくみんなのおかげです。毎日下を向かずに夢を追いかけられるのも間違いなくみんなのおかげです。毎日生きていると実感できるのも間違いなくみんなのおかげです。大げさに聞こえるかもしれませんが、これが僕の本音です。最後にこれだけ言わせてください。いつも笑顔にしてくれてありがとう。愛してる。おーガチやねん。ええことばっかあったからな。そうやねん。ほんまにガチな時って照れるもんね。そうやねん。ちょっとだって俺が恥ずかしかったわ。いやいや、よかった、本当に。いや、皆さん、僕ちょっとめちゃめちゃ長く書いたんで、うん、手紙にちょっと書ききれなかったな、うん、ちょっと携帯に落とし込んで。いや素晴らしい、長くは素晴らしいことや、うん、じゃあ読ませていただきます。背景、もう YouTube を始めて3年が経とうとしてますね。
あの時に土屋氏に YouTube やろうぜって誘ってくれたけど、俺はいまいち YouTuber とかそういうのもやるとかあったし、正直全然やる気はなかったです。でもなんで俺が今36万人もの人が見てくれているカメラの前で喋ることができているかというと、土屋氏に誘われたからです。あの時に土屋氏以外のやつが誘ってきてたら、多分今の僕はいないし YouTube 自体始めていないと思います。声に出して言うのは悔しいですが、一番面白いと思っているからこそ一緒に YouTube を始めました。しかも YouTube をやっていないとたかしと喋ることもなかったと思います。たまたま同じメンバーにたかしがいて、顔は知ってるけどほとんど喋ったことがないし、俺は人見知りやからどうしようかと悩んでいました。けど2017年3月23日にわざわざ俺の地元まで土屋氏と岩井に来てくれて嬉しかったのは覚えています。帰りに3人で寄った松屋でたかしが、ああ俺有名になりたいねんなって言ってたのをよく覚えています。俺たちで100万人を達成した時は、あの松屋でたかしが、ああ俺有名だったなって言いに牛丼食べに行きましょう。ペロアイはまずペロアイって呼ぶことに違和感があるくらい長く、一緒にいるからこんな手紙を書くこと自体とても恥ずかしいです。免許合宿も一緒についてきてくれてありがとう。あの時の俺らは免許を取りに行くというより面白い動画を撮りに行っていたという方が正しいですね。カニバサミカニオとかウルフルズを運んで歌うとか、判決で海泳いでお前の足が血だらけになるとか、今思えばあの時から俺らは YouTuber やったんかもしれないです。そんな面白いやつと今もまだこの続きをやれていると思うと嬉しくもあり、あの動画たちは無駄じゃなかったと思います。免許以上に得られるものが多かった2週間でした。というか俺ら2人で免許を受けに行って落ちたけど笑う。まあお前との思い出も思えば全部笑えるから、これからもその続きを作っていきましょう。そんな俺たち4人で YouTube やっていこうとしている時に現れたのがトモヤンでした。まずトモヤンは陽キャだったから初めは絡みづらかったけど、陰キャにも優しい、誰にでも優しい生粋の陽キャでした。バスケも上手いし顔もかっこいいし優しいといった批判と自分が悔しくなるくらいモテるタイプかと思っていました。そんなトモヤンはレイクレが伸びた原因の一つであるのはもちろんし、レイクレを人一倍愛して人一倍考えているのもトモヤンだと思います。今でも尊敬する部分、認めざるを得ない部分がたくさんあって、こいつがチームにいてよかったと思っています。ここまでかなり長くなりましたが、長く書いたつもりはなく勝手に長くなったという方が正しいです。これからもこの手紙の続きが書けるようにどうかよろしくお願いします。100万人まで俺たちで頑張りましょう。ファンの皆さんも俺たちについてきてください。これからもよろしく。愛してる。恥ずかしい、恥ずかしい。あのガチやったら表情変わらんの意味が分かんない。もう土屋氏泣いてるやん。いやーちょっと来ましたね。多少泣いてるんだ。泣いてはね。いやなんか呼んでる俺も泣きそうな。いやけど、そこはけど、マジで泣きかけた。なんかその分に、今までの全部詰まってたのか言われへんけど、なんかめっちゃ蘇って、すごい全然取れたことあったわ、まあ、昔の時から今まで全部詰め込んだ、うん、ちょっと待って、この後に一人監視なんて銃撃ちまくる。はい、言います。競技の結果、師匠がとりあえず一番笑ってたと、うん、一番照れてたと、うん、なんで師匠が誰が一番笑ってなかったか、うん、でその人が監修っていうことで、はい、お願いします。一番照れてなかったのは